はい、さあ、イーグス幼虫がのびらインタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、4月の23日水曜日、旧暦のうちなぐいみでは3月の24日の闘病。というわけでございまして、そろそろですね、まあ、今週末も、週末、ちょっと天気がね、いまいちなんですけども、まあ、シーミーもね、だいたい4月で終わるというふうに言われるわけなんですけどもね、最近は、この前の新聞だったかな、拝見しましたけど、まあ、ゴールデンウィークなんかこう、ワランチャーなんかね、まあ、帰ってくるということでね、高級日を利用しての、こう、シーミーもあるということでね、はい、最近、まあ、世の中も変わってきたな、という、一頃までは、こう、成人式はね、1月何日とか決まってたものがね、週末にやるとか、また、総合チゲールやるとかね、いろんな、こう、やっぱりこう、生活にこう密着した形でこう文化が変わっていくというのがありますけれども、こういう、なんていうんですかね、ウヤファー富士ね、また天皇皆様方の急のよくこういう行事も我々の生活に変わっていくのかなという感じがね、なんか寂しいような雰囲気もありますけどもね。やっぱりこう、シーミーとなると、4月というイメージがあるわけなんですけどもね。まあ、でもね、やらないよりはいいですよね。じゃあ、そういう思う気持ちがまた大事かもしれませんね。まあ、そういう私たちも今週末の日曜日がシーミーになるわけなんですけどもね。はい、待っといてくださいね。はい、ティーウサイチャービーグティーウサイということで。それでは、インタンジャ出番です。1時間お付き合いください。ユンタンじゃダメですよ。ちょっとオープニングはなんか今までとは違うような感じでスタートしたわけなんですけどもね、ジャズ曲がちょっと流れてまいりましてね、私の曲ではおそらくね初めてのことじゃないかな、この6年間の近くの中でですね、オープニング曲がジャズ系っていうのはなかったんじゃないかなと思いますけどもね。そうなんですよ、今日ねすごいゲストが、お目になられてるんですね、本当にね私の経験からして、なかなかこういう方をね、ゲストをお迎えするっていうことはないわけでございますが、私たち、まあ、普段、ジャズっていうものはね、ちょっとこう、高級感があって、大人、いうような感じがありましてね、私の年代でもまだまだ、ジャズをこう、語るには早すぎるかなという感じがするわけなんですけども、はい。ですから、語れないので、今日はですね、語れる方をお招きして、1時間ですね、お届けしていきたいと思いますが、今日はですね、なんと、レジェンド。もう私たちからしても、雲の上の存在なんですけどもね、もう、ジャズピアニストとしては、もう本当に伝説の方、マチューさん。最近あちらこちらで多分ポスターとかね、見てる方も多いのではないかなと思いますけどもね、今日はね、ジャズピアニスト。鍵盤ハーモニカって言ったらもしかするとわかるかもしれない。本当に素敵な方をですね、今日お招きしておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずはでも、この、マチューさんをですね、紹介した、方が、今日一緒に来ていただいておりますので、この方から、ご紹介しましょうかな。かなーり、すぐローカルになりますよ。いきなり、どうぞよろしくお願いいたします。はいさい、ラマネーワン魂テゲハズマイビシが、ワンネー、イーチュノクチョウソービール、
比嘉正治理事長便さん、はい、理系はね、うん、今日 の、 ジャズピアニストの、 松尾さんの、はい、虹のコンサート実行委員長をやっております、うん、久しくうにげさびた。ジャズと全然こうイメージが違うんですけど今日は三線じゃなくてジャズの話、うん、ユノ音楽家ですよ。あ、そうだね。まあ、音楽家好きやビー。あ、音楽家ではありますよね。音楽家好き。また、ウルビカー、ね、松尾さんはええよ。わた、ラワネ、カルテン。カルテン、そうですよね。稽古装備と、伝説装備と。わた、道場通って、また、マジョン一緒に稽古。そうですか。中古型、カルテンも一緒に修行してる仲間でございます。なるほど。ジャズピアニストでありながらも、空手武道家でもあるという。おう、そうそうそう、武術家ですね。武術家ですね、はい。素晴らしい。さあ、それでは早速、お声を聞いてみたいと思います。この方でございます。はい、さあ、中古ながらびら。中古がなびら。ちょっとだけね、緊張してるよね。緊張してる。うん、緊張してる。あまりにもね、社長がね、こう流暢にこう、喋るもんでさ、なんか、臆しちゃって。いやー、うん、今日はありがとうございます。はい、ヨミタン来ていただきましてですね、本当に、FM タンもそうなんですけども、なかなかこういうラジオ番組とかでも出演は少ないということで。ほとんど。大体僕、マスコミね、あんまり好きじゃないんですよ。ユンタクが下手だから、ユンタクならんようさ、うん、あんすことなるべく、じらんようにしてますね。そうですか。いやいや、でも今日はね、上地の区長であります、比嘉さんがね、アランドや、呼びた委員会長のもの、エメミタン会員じらんねえということでね、本当にもう、だいぶ前からね、お声がけいただきましてね。そうですね。はい、実はその5月の18日に松尾さんのね、虹のコンサートっていうのが開催されて、先ほどお話ありましたけれども、5月18日、この日に、はい、ここ、読谷村の大鳥ホールで開催されるということがありますね。そうですね。はいはい、はい。これの紹介も先にやっていただきましょうかね。そうですね。はい。まあ、来月、うん、18日、日曜日でございます。はい。読谷村文化センター大鳥ホール。うん、はい。6時半会場、うん、開演7時ですね。7時から。どうぞ、読谷村のご数量の皆様、おじおばん、うん、お父かん、うん、わらんちゃん、もろ、するて、面相理さい。はい。一平で切るはじやびぐと、ゆたしく、うにげさびら。はい、よろしくお願いいたします。チケットの方もね、フェイタンでも販売しておりますので、ぜひね、あらかじめお買い求めいただいてね、参加いただきたいと思います。この、虹のコンサートは、ユミタンソンでは開催されるのは初めてだということで、マチオさん。はい、初めてです。ね。8回目になりますけどね。はい。すごいですね。本当にね、おそらく我々の世代でもなかなか松尾さんの存在っていうのは聞いたことはあってもお会いしたことがあったりとか直接生で聞いたりっていうのは多分ないと思いますよね、はい、で戦後、復帰後か復帰後も本土の方に行かれたということで、はい、そうですね、72年に行っちゃいましたのでね、1972年ですね。ということは復帰前後ぐらいにちょっと頑張った割った先輩方とかはジャズを聴きに行った人は知ってるかもしれませんね、はいはいはい、伝説のマッチュを、はい、ねえ、あー、もうでもマッチュさんもそもそもあれですか、ご出身はどちらの。僕は、ね、与那城、うん、旧与那城村ですね。あ、はい、なるほど、はい、でもう小さい頃からやっぱ音楽が好きでとか。まあ三線七夜でしたからね、僕の。そうなんですか。はいはいはい、お兄さんも、うんうん、お父さんも三線七夜だったそうですね。お父さんね、あ、うまかったそうですよ。なるほど。じゃあもう、若い頃から音楽に携わって。そうでもないんですよね。そうなんですか。音楽よりね、うん、山茶の方が好きでしたね。学校行かなかったということですか。学校行かなかったですね。僕はほとんど山学校ばっかり。山学校ばっかりで。はい、ああ、そうなんですか。で、音楽に目覚めた頃っていうのはいつ頃だったんですか。高校ですね。グラスバンド入って、はい、トランペット行ったんですよ。グラスはね、はい、運動会とかね。おお、うん。あそこから、はいはい、じゃあ最初の楽器っていうのはもうトランペットから。トランペットです。はい。ピアノはもう家にもピアノはありませんしね。あ、そうなんですか。当時はもうピアノ持ってる人っていうのは、そうか、かなり裕福な人じゃないとね。なるほど、ね。また貧相もね。学校でその音楽っていうものをやっぱり学び、はいはい、でもそれからあれですか、そのジャズとかそれからこのピアノとかに変わる頃っていうのはいつ頃だったんですか。ですね、
一番あのきっかけはですね、うん、高校の時にね、うん、高校生全員でね、うん、ズケラの体育館で、うん、アメリカからジャック・ティーガンのティーガーデンというバンドの本当プロ中のプロのバンドが来て、はいはいはい、鑑賞会に行ったんですよ。それがね、歴史ランドジャズというジャンルのジャズでした。それでね、すっごいね、うん、カルチャーショック受けたんですよ。でめちゃめちゃ楽しいわけ。へ、うん、高校の時、はい、この部活で、はい、部活じゃなくて全員で、全員で、はい、鑑賞会ですよ、音楽の学校で、はい、はあ、はい、なるほど。いやでも平田さん、うん、今のね、松井さんのお話を聞いて僕ちょっとふと思ったの、はい、日賀さんがこの前ねお話しされた、うん、本物のねあのジャズをねワランちゃんに聞かせたいと言ってましたね。そうそうそう、うん、はねえよ実際はね、うん、あの、うん、まあ、今回8回目エビシが、うんうん、僕は、6回7回グシカーの、うん、あの市民人、ホールでね、はいはいはい、ここで僕は実際行って、うん、見て聞いたんですよ。それがすごく印象に残ってですね、俺ぜひユンタンじゃユンタンゼトーティオートロールトーティ、ぜひなさっき言ったようにお嬢バタンフチュン、うん、子供たちもあ見て聞いてほしいなと、もうそれがもうさんさんと湧いてきてですね、ぜひ読みたんでお願いしますよ松井さんということで、うんうんうん、ずっと声かけていたんです。へ、それがもうやがて見えないに抜くとな感無量ですね。、はい、なるほど。いやでも松井さんがその学生の頃にその、ね、外国のアメリカの、はい、本物のそのジャズっていう音楽に触れて、はい、今こうやって我々がレジェンドと呼ばれるような人になってるわけなんですけれども、ウルビカーな、うん、ヤマトのや、うん、テレビ番組 の, あのシャボン玉ホルレとかスター誕生家族対抗歌合戦、うん、いやいや、うん、とうとう来るて来るとうてんな実際に演奏し歌詞このヤマトのテレビ番組とうてん大活躍そうの、ね、松尾さんこれぜひ読みたに呼ばないわけにはいかないということです。ぜひもう本物を見てほしいね。松井さん、はい、今お話しされましたけど、いやこの戦後、うん、1972年とおっしゃってましたね、はい、やめて行かれて、はい、でああいうテレビ番組とかに、そうですね、あの在籍期間はちょっと短かったんですけど、ええ、ジャズを勉強しに行きましたのでね、はい、テレビのあれじゃなくてね、だから一応でも半年ぐらい在籍しましたね。ああ、なるほどね、はい、いろんな方の伴奏してまいりましたよ。すごい、島倉千代子とかね、だって今お話聞いたシャマンダムホリデーとか、はい、そうです、あれ2回目ですけどね、シャマンダムホリデー2回目の時の最初のバンドが僕が在籍したバンドですね。そうなんだ、うん、ちょっと本当に俺なんか小さい頃にテレビにかじりつきで見てたあの番組に松尾さんがいたわけですね、はい、スター誕生とか、スター誕生とかね、家族対抗お高橋先生、花形番組じゃないですか。あのね、スター誕生はね、確かね、僕の記憶じゃね、はい、森政子とね、山口百恵が誕生した時は、僕が多分ピアノ弾いてると思います。本当、はいはい、すごいですね。へえ、でああいうのっていうのはもうあのその場その場で演奏させられるわけですよね。あのあのやっぱりね、リハとかなくて、初見で、初見っていうのは楽すぐ見せられても弾けないとね、うんうん、採用してもらえない時代ですから、はい、そうですよね、はい、花形番組ですからね。あの時代の娯楽番組の中ではね、はい、そういう意味ではそこにうちの範疇渡先輩がこういたということは本当に嬉しいですね。家畜相談でしやさい、でも誰あの当時だって誰もわからないんじゃないですか、ヤマト行って、はい、そこに出てるって、はい、僕のね、なんとか視聴たんでしょうね、おそらく誰も分からないよね。はあ、そうなんだ、ね、トランペットでね、うん、僕のジャズの仲間で沖縄で、うん、島袋前世という人がいて、おうおう、彼がそこにあのトランペットしててあの入ってたわけよ。へ、うん、それで僕に声かかって、ピアノがいなくなって困ってるっつって、うん、ああなるほど、で早速行って、まあ、テストみたいなの受けて、おうおう、それで OK になって、まあ、半年くらいピアノ弾いたんですがね。そうなんですか、はい、うちのあのメンバータイヤ弾いたわけだ。へー、これ島袋前線要塞、うん、琉球新報ホールで僕のコンサートラストコンサートの時も、うん、あの一緒に演奏してます、はい、そうなんですよね、はい、あの松尾さんはその大和行く前に、はい、新報ホールでされたって、はい、新報ホールでジャズコンサートなんかやるっていうのはあの、ね、めったないことだった。僕は初めてです、ね、ああいう大きいホールでジャズのコンサートやると僕が初めてかもしれませんね、ジャズ沖縄のジャズ
会の中ではね、素晴らしい、はい、ありがとうございます。さあ、お送りしておりますユンタンジャジャバンです。今日はね、こうバックでもそうジャズの曲が流れ、いつもは民謡が流れてる番組なんですけれども、今日はね伝説の、ジャズピアニスト、今ではね鍵盤ハーモニカの奏者で有名な、マチューさんをお招きしてお話を伺っております。一旦コマーシャルです。お送りしておりますインタンチャテマンですよ。一曲お届けしましょう。マチョさん、この曲は今お届けしてますのは青い星の、空の彼方に。あ、空の彼方に。空の彼方に。この曲はもうもちろん今マチョさんオリジナルです。僕が、ね、作った曲です。じゃあしばらくちょっと聞きたいと思います。はいはい、どうぞお願いします。Thank you.
お送りしております。マチエさんのね、ソロピアノの演奏をね、聞いていただいてるわけなんですけど、最高ですね。空の彼方に。空の彼方に。はい、オリジナルですかね、これね。はいはい、なんか、マチエさん、僕はもともとツアーコンダクターで、もういろんなとこ、こう海外も行ったんですけど、はい、こういうこの雰囲気っていうんですか、はい、上海が、はい、昔のね、はい、こう、おじいちゃんって言ったら失礼かもしれないですけど、そういう年配の方々が、こういう、さりげなく、こういう演奏をホテルのロビーとかでやっている、もうこの、ジャズストリートみたいなのがあってですね、あの時のことを今ふっと思い出しましたね。さりげなくがいいよね。ね。なんか、年代も似てるしね、とね。かっこいいな、大人になるっていう感じがするわけなんですけども。なんか、僕のユンタクはいいから、この曲だけかけなさいっていうのをリスナーが言ってるんじゃないかなと思うぐらいですね。なんか邪魔して申し訳ないんですけど、まあ今日はね、また機会があったらですね、曲はまた別でですね、お届けしたいと思いますけども、今日はね、せっかく町尾さん来ていただいておりますので、まあお話も伺いながらということで思っておりますが、まあ町尾さん、まあ今度ね、18日には、5月18日には、小読谷炭素の音予報でね、はい、開催されるということでありまして、はい、今実はバックで流れてるのもこれ、ライブ音源だということで、はい、すごいめちゃくちゃ綺麗に撮られてますね、はいはいはい、プロの方撮ってますからね、はい、いや素晴らしい。でもこれぜひ5月18日にはまたね、はい、私たち読谷中含めて、来場されている皆さん方にね、素敵な音色を届けていただきたいなと思うわけなんですけども、はい、まあ、ちょっとさん、今日ね一緒に来ていただいております、先ほど日賀さんもおっしゃってましたが、ジャズピアニストでありながら、はい、なんか空手をされてるっていうことで、空手ね、うん、65歳の時に始めたんですよ。65歳に朝に新式が4歳、はい、65歳から空手習いに来る人は運中から始めてるまあよくね、小さい頃からやってたとかよく聞きますけど65から、はい、どうしてまた空手をやろうっていう。いや僕ね意外とね素晴らしかったんですよ。もう本当サルトビサスケじゃないサルトビコスケって言われてね、もう背も小さいしね、運動能力結構あった、身軽で、はい、身軽で。へえ、そうなんですか、はい、でそれでもで相馬さんという陶芸家の人に連れてってもらったんです、うんうんうん、自分もやってるから町を一緒に行こうよ。へえ、はい、それで初めて、それですぐもう入門しましたよ。でその時が比嘉さんとの出会いですか、はい、あそうです、そうですね、うん、終わった道場家や、まあ、そういった流れで四天王というのがおりましてですね、うんうん、四天王というのはだから松尾さん、陶芸家の相馬先生ですね、はい、そして同じく陶芸家の山田新満先生で、あと一人は、東京出身の小山さんという方なんですが、うん、慶応大学時代ずっと空手をやっていたということで、まあ、その方4名が、我々女房館の読谷道場の四天王ということです。おー素晴らしい、まあ、四天王商談役でもあるしね、うん、売りからまたバリバリ現役なんですよ。あ今でも一緒にもう一緒に汗流して一緒に今でもここから僕もよしシージャーがたんこ巻くてなのか、ね、なるほどなるほどという感じでみんなに刺激を与えていい意味でみんな燃えてますよ子供たちも。いやもう今はもう町さんもその音楽っていうその、誠意の部分も持ちつつも空手というまた道の部分、そういうものをやっぱ心身ともに鍛え上げながら音楽に徹していくと。そうですね、やっぱまずやっぱり体が元気じゃないと ね、いい音楽できませんのでね。そっか、その意味でやっぱり先生に巡られてね、一応体もね、うん、筋肉もつきました若い頃より。65歳からで、はい、もう若い頃より今73歳でしょ。73歳なんですか。胸もうしっかりあるしね、筋肉もすごくついたんですよ。はあ、やっぱ空手のおかげだと思いますよ。なるほどね。はい、65から空手って体力筋肉つくんですね。いい、うれえよ。ワニン自分の師匠松田義美先生からよく、はいはい、まあ、指導を受けながらよく、言われるんですが、はいはい、いや空手始め進化へスタート終わる分いや、普通、王人、ウランド、関係ねえんど、始めた時点から、うんうん、スープや最近かと、うん。だから、かっこいい。自分の体を鍛えるというのは、あまり、うん、
年いってから小さいとか、そういうのは関係ないみたいですね。なるほど、自分のやり気ですよ。やり気があったらいくらでも自分の体を作れる。え、じゃあ松尾さんも65からだから今8年ぐらいでしょ。そう。でちなみに松尾さんはですね、若い頃は東京を通ってボクシング総体に行ってジム変えて、もともと体を鍛えてるわけですよ。だから基礎はできてるから、まあ、すぐこういう結婚してもすぐのあのできたということですね。でちなみに彼は今、我々沖縄少林寺名物館、5段の実力です。へえ、そうなんですか。で少林寺の方は全てマスターしてます。なるほど、素晴らしい。またじゃあいつぞえかはね、拝見できる日が来るかもしれませんね。あの18日は空手の演武も、いやいや、あの入部館読谷道場の何周年記念に必ず大鳥ホールでやると思います。あ、なるほどね、それ楽しみにしておきましょうね。僕らあの入部館空手 の門弟はみんなあのスタッフ室として動きますからね、楽屋とかの駐車場係、ね、はい、確かに。でもね、あの多くの皆さん方がねご協力いただいて、今回の虹のコンサートもね、本当に第8回ここ読谷村文化センター大鳥ホールで5月の18日に開催されるということでございますので、ぜひね足を運んでいただきたいと思いますが、松尾さん今回はその松尾さんを独自オンリーだけじゃなくて、はい、他の方々も一緒にされるということで伺いましたけど、ね、うん、サブタイトルがね、デュオの共演となってるんですよ。デュオの共演、だから、ね、はい、1人と、はい、だから2人でのコラボレーションやるんですよ。お、だから一部が、鍵盤ハーモニカとその西井さんというギタリストと、はい、この西井さんというのがね、ものすごいもうギタリストなんですよ。もうこの人だけでも聞いただけでも僕はもう価値があると思ってます。そうなんですか、はい、だからこれはもうぜひ会場に運んでもらって、西井さんのギターを聴いてもらいたい。じゃあ音楽をやってる人たちだったらもうぜひ聴いてほしい。もうプロの人でも必ず勉強になります、は彼のギターを聴いて。そうなんですか、はい、なるほど、素晴らしい。そしてで2部はですね、今度は僕のやっぱりジャズのジャンルですから、あのサックスの人とデュオでバトルをします。バトルって何ですか。あ、戦いです。そのまま音楽の中ステージで、はい、もう戦い、ほとんどもうあの中身は即興ですからね。ああ、はいはい、なんか見たことあるわ。即興ですから、お互いに音楽、まあ、それぞれの楽器で、で戦いをやるわけです。お前がこう行くんだったら俺はこう行くぞって言ってね。これすごい、これ即興なんですよね、はい、ライブで、はい、もう中はほとんど即興です。へえ、楽しみですね。こういうのをぜひねラジオ聴きの皆さん方にもね、聞いていて見ていただきたいと。ましてこう読谷村のねこう投票で開催されますのでね、本当にもう早めにねあのスケジュールチェックをしていただいて足を運んでいただきたいと思います。第8回松尾虹のコンサートということでございましてね、今お話のようにデュオの共演ということでございますから、5月の18日読谷村文化センター大鳥ホール午後7時開演ということでございましてね、前売り1000円というふうになってますので、これ安いですね、1000円では。はい、なるべく安く設定してね、みんなに聞いてもらえたために。なるほどなるほど、はいはい、で小中学生無料です。あ、本当ですか。はい、あ、本当だ。はい、小中学生無料、はい、ぜひね子供たちに聞かせたいっていうお父さんお母さん一緒にね来ていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。さあお送りしております、ユンタンジャーデバンでしょう。この後 CM 明けは早速松尾さんに鍵盤ハーモニカの演奏をしていただきたいと思います。
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日は本当にこうジャズ満載でお届けしているわけなんですけどもね、まあ、ジャズといえば私たちエメンタンではですね、日曜日の夜10時から翌朝6時まで、ワールドミュージックということでございまして、その時間帯はいろいろジャズとかね、音楽を、まあフルタイムでお届けしているわけなんですけど、そういう中にもね、これからですよ。はい。マチューさんのね、この曲もね、私たちのライブラリーに入れときたいと思いますのでね、時折また聴ける時があるかと思いますので、お楽しみにしていただきたいというふうに思います。まずは18日に、三田村文化センター大鳥ホール、虹のコンサートの方に足を運んでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、マチューさん。はい。それでは、早速今、鍵盤ハーモニカを出していただいて、はい、この鍵盤ハーモニカっていうのは、俺ね、小学校の時になんかやった覚えがあるんですけどね。低学年の教材になってます、ね。教材ですよね。はいはいはい、これ、昔は、なんかこう、紐側がついてて。いや、今でもついてます。あ、ついてますかね。とてもこう、身に覚えのあるものじゃないかなと思いますけど、こんな伝説のジャズピアニストが、鍵盤ハーモニカっていうのはちょっとびっくりだったんですけど、はい、これまた、どうしてまた鍵盤ハーモニカを、この楽器がですね、うんうん、子供たちの教材になってるということを聞いて、うん、同じ鍵盤じゃないですか、ピアノと。そうそうそう。で、ちょっとじゃあ、ちょっと吹いてみようかなと思って、それから吹いて、そして、ある幼稚園に、4人編成のバンドで、鍵盤のバンドで演奏しに行ったんです。うん、で、その時の子供たちの目の輝きを、あれがもう何とも言えない、こう、忘れるなって。もともとね、子供がすごい好きなんですよ。子供と遊ぶのが好きなんですよ。なるほど。はい、ね、ヒガさん、これまでもね、マチューさんは今お話のように子供が好きとおっしゃってましたけど、いろいろ保育園とか幼稚園とかでも、ボランティア活動されてるということで。そうそうそう。で、同時ホームとかね。同時ホームとかも。こっちでやってるんですよ。で、一回は、読谷の南保育所でしたかね。うん。そこに読谷でも。はい、彼との松尾さんと二人で彼との指導しに行きながら、たまたまピアノがあったもんですからね。ああ、時間があるから松尾さんなんか子供たちに、曲弾いてもらって。すごい。ということで、まあ、保育園のもので？そうそうそう、弾いてもらってですね。へぇ、まあ、気さくな方なんですよ、本当に。なるほど。じゃあ子供たちにしても、自分たちが使ってる鍵盤ハーモニカで、こんな演奏ができるんだっていうことを、やっぱり聞いていただいたということで、喜ばれた、そういうお話をね、伺いましたけれども、じゃあ早速ですけども、マチューさん、はい、この鍵盤ハーモニカで一曲ちょっと、ワンフレーズぐらいでも結構ですから、そうですね。お願いしてよろしいですか、はい、はい。はい。じゃあ、なんという曲を千と千尋の神隠し。はいはい、もうお馴染みでございます。そうですね。はいはいはい。じゃあぜひ一曲お願いしてよろしいですか、はい、ありがとうございます。いや、失礼しました。いえいえいえ、ありがとうございます。いや、でも、普通のピアノでね、弾いてる、まあ、普通のピアノって言って言い方おかしいですけど、まあ、ピアノでね、マチューさんがこう弾いてるものを、それから鍵盤ハーモニカで、こう、吹いてる、マチューさんって、ヒガさんどうですか、こう。比べてっていうか。いいわねえよ。雰囲気がね、実際はねえよ。うん、中島さん。うん、松尾さんが今弾いたこの鍵盤ハーモニカ。うん、俺特別な
鍵盤ハーモニカレビュー入り聞いたことがあるんですよ。あそれで、うん、いい腕よ、今まで小学生が使って、うん、人をラサッと押し譲ってもらってね、うん、いい姉かまた文化社組み立て合いやってるだけですよ、とか僕はもうそれからすごいなと。本当にこうプロ仕様とかそういうものではないんですね、特別な鍵盤ハモるからと僕は思ったけど、そうじゃないんですよ。れよさえ、うん、僕の友達でね、てるやさんってなんか塾の先生がいるんですよねその娘がね、はい、ミキちゃんって名前も覚えてますミキちゃんが小学校3年に上がるといらなくなりますよね、でこれマッチョさんにあげるって言ってくれた、それを使ってるんです。15年になりますね。こんな長い間、じゃあ、ね、シールが貼られてます。あ、本当だなんか動画こっちみたいな感じのね、シールは、小さい頃よく貼りますよね。本当ミキちゃんに声かけてね、あなたが使った鍵盤ハーモニカで今度コンサートやるからねと言おうと思ってるんですがね、なかなか。でももうミキちゃんと言われる年じゃないんじゃないですか。22歳ですって面白い。でも22歳ですってねえ、そうなんですか。小学校の時だからピンクなんですねこれ。いやいや女の子のもんだからちょっと恥ずかしいけどねなんかマチオさんだったらなんかね、なんかブラックフェイスをなんかね高級な、もうどうせだったら鍵盤ハーモニカ高級っぽいのかなと思ったらめっちゃピンクでシールの跡もまだついてるというねこんな気さくの方なんですね本当に。でも楽器を大事にするからこそっていうところをまた私たちにも教えてくれるかなという感じしますね。15年も使えるなんて考えてもいないですよね。あこういう普通は人をラッシュが、それをきれいにもう15年もずっと分解したり、ね、きれいに掃除したり中を洗ったり で大事に使ってるんですよ。生なものがうさのもの人をラッシュがマンドビーシがよ。すいません、松尾さんにかけてはもうあったらさ確かに俺もあったはずなんだけど、もうどこ行ってかわからないもんねああなるほどね。よくだから聞かれるんですよ、うん、松井さんのはね、うん、きっとね特別な楽器だとね。そうそうそう見せたらみんなびっくりする普通にたまるバカ近いとシールもいいですよみたいなねああそうなんだ。でもやっぱり皆さんはやっぱりびっくりされるんじゃないですか本当ね、はい、こういう鍵盤ハーモニカとかね、アリベラでお仕事させてもらってますけどね、はいはい、お客さんがね必ずねびっくりするんです、うん、こうやってね見てね、あれ特別の楽器かもしれないって言って、そうでしょうね、うん、いやそうなんです。今のお話ありました、町尾さんは実はエビタンソンホテルに行くアリビラさんの方でも、はい、演奏されてるということで、はい、毎週金土日ですね、基本的に、はい、はい、6時半から演奏されてるということでございますので、これ場所はどちらですか。アリビラレストランのね、はなはなというところですね。はいはいはい、はい、それでギターの人とデュオでやっぱり演奏してます、うんうんうん、なるほど、はい、もうアニメソングから童謡から、はい、ちょっとしたジャズのスタンダードから、ああなるほど、映画音楽から、ね、実は町田さん、はい、去年のね、はい、去年今年入ってからだ、今年入ってからで、僕なんか新年会でですね、はい、スタッフで、うん、アリビアの花に行ったんですよ。あ、そうですか。入って左奥でやってました。はいはいはい、はい、今思い出しましたよ。思い出した今思い出した、はいはい、や鍵盤ハーモニカ吹いてる人がいたんですよ。あ、面白いな鍵盤ハーモニカとかやる人いるんだねって言って、すごいねってみんなで話してたら今思い出しました、マーチューさんだったんだ。はい、そうです。もう2年目ですからね。ねえ、その前はピアノでずっと別の場所で、はい、ああ、そうですか。10年ぐらいお世話になってますけど。ああ、もうね、ラジオ聴いてみた方もぜひね、この人だったんだって僕みたいに思い出す人が多いと思いますけど、まあ、そうですか、はいはい。ありがとうございます。いやー、気づかなかった。ああ、でも嬉しい。今日こうやってね、お会いできて。まあ、ぜひとも5月18日にはね、はい、もっともっとまた素敵なね、はい、曲をね、はい、聴いていただきたいと思いますけれども、聴かせていただきたいと思いますが、ぜひね、足を運んでください。よろしくお願いいたします。いや、でも、ね、こういう、松尾さんが、今、先ほど、お年聞いたら、ね、73。73。びっくりしましたけども。去年、コキでしたからね。ね、はい、うちの親父と一緒ですよ。はい、本当、親父と。うちはですね、普通はですね、うん、もうあちこちコキコキするんだけど、僕は、コキコキなんて、もう無縁ですからね。今、また親父が聞いてたらびっくりするかもしれませんね。いや、でも、こういう、本当にパワーっていうのは、まあ、空手をやってるっていうこともありましたけど、ちらっと先ほど伺いましたら、伺いましたらというよりもね、お話聞きながら、実は、コーヒーを私たちご馳走いただきましてね、コーヒーを作ってると。そうね、オリジナル。オリジナルね。自家製のコーヒー。自家製コーヒーを。しかも、クンジャンまで行って作ってるって話も聞きましたけれども、
なんか聞くところによると、こう自給自足 100% を目指しているということで、そうですね、は将来的にはそうなりたいなと思ってね、うん、なるほど。もう松尾さんはあの春サーレもあるんですよ、春サーレ、ね、で物親子の春サもう自分で作られて、はい、結構野菜なんかも道場に持ってきて、うん、あのみかんとかミニトマトとか結構持ってくるんですよ、トマトか、すごい甘くて美味しいです。やっぱりこうなんていうんですかね、まあ、音楽を奏でるっていうことも本当にある意味自然にその委ねるっていうのも、先ほどね、あのちょっと年取ってきてから肩の力も抜くようになってきて、とってもいい曲を自分も弾けるようになったよっていう話をねお話されてましたけど、やっぱりこうなんていうんですか、やっぱりそうなってくるんですか、年取って、まあ、僕なんかまだ分かんないんですけど、やっぱりこう年を重ねていくと、やっぱこう自然にという本当にナチュラリズムっていうか、そういうものを感じてくるんですね。やっぱね、あの自然の中にいるとね、うん、山ですけど誰もいないんですよ、ほとんど、うんうんうん、もう3キロ登ってきますから山の上に、はい、ちょうどてっぺんなんですよ。、はい、でやっぱりね、自然との、ね、対話を、ね、しながら、うん、いろんな意味がね、発想がね、いろんな意味の発想の転換ができるんですね。なるほどね。だからね、それは非常に自分にとってはね、プラスになってる、うん、あ、そうですか、ね、じゃあ今お住まいは石川の方で、はい、いやです、はい、でじゃあ時折こうまた、はいはいはい、週末には週末にあ週末じゃないウィークデーに、ウィークデーに週末はあのアビラ、あ、そうかそうか、ウィークデーはもう国神行って、はい、3泊4日です。3泊やんばる3泊4日、はい、俺たまにやんばる違うよ、おうおう、松尾さん の, その山のてっぺんにあの自分で開拓して600坪で、うん、そこに山小屋も作って、3回4回ぐらい行くんですが、はいはいはい、やんばるの声ながら種上からクイ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 と鳴ってるんですよ。あれは本当にびっくりして癒されましたよ。そうなんですか、すごい自然なところで、あのハルソンバレーさ、なるほどね、感心しました。じゃあその3泊4日って、そのじゃ今言った山小屋に3泊、そうです、はぁ、はい、いやいや、もうちょっと詰めるようにやってる、7年かかっていますからね、その代わり。はあ、じゃあそういうところでその自然を感じながら、じゃあ曲作りとかも、そうです、感じて、はい、もう曲作りもね、やっぱりこっちにいる時よりはあっちもの、うん、もうちょっとだけ思い出すと書いておくんですよ。へえ、そうなんだ。はあ、やっぱり今度もあの2曲ほど演奏しますので、新曲を。あ、そうなんですか、はいはい、今度の18日ね、はいはい、ああ嬉しいですね。あ、これぜひね行きたいですね、はい、もうねラジオ機の皆さん方もね、ちょっとね、あの皆さんラジオ機の皆さん方だけじゃなくて、ちょっとこう先輩方ね、あの父ちゃん方も連れて行こうかなぐらいの気持ちでね、はいはい、聞いていただきたいですね。ああ73の僕なんか、お家ではうちの親父はじいちゃんじいちゃんって呼ばれてるんですけど、それと同じ年のね方が伝説のジャズピアニストと言われているマチューさんがね演奏されますので、今回はまたそれとともに、ギターの西井さんとかアルトサックスのね、小浜本さんとか、そういう方々とご一緒にということでありましてね、デュオの共演ということでございますので、ぜひともね、足を運んでいただきたいと思いますが、ね、5月の18日午後7時ということでございますのでね、よろしくお願いいたします。まあ、そういう背景があるマチューさんだからこそ、また素敵なステージを作れるんじゃないかなと思います。ぜひね、お楽しみにしていただきたいというふうに思います。まあ、比嘉さん。はいはい。ユンタンジャでこういうね、先ほどもおっしゃってましたけど、本当にプロの方、ぜひ子供たちね、入場無料ですからね。そう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 。多くの子供たちに聞いていただいて。そうですね。またそこからプロを目指していただく、そういう子供たち、生まれてほしいですね、ユンタンで。絶対生まれますよ。ね。もうこれはもうこの機会を逃したら、うん、すごくあの残念に思いますね。そうですよね。オールインダサーのスルテービン、うんうんうん、面相地、ぜひ聞いてほしいですね。ぜひね、お楽しみにしていただきたいと。5月18日ですからね、チェックしていってください。よろしくお願いいたします。日曜日7時から営業。そうです、大鳥ホール。なんか日が節って感じですね。一旦コマーシャルです。
送りしておりますインターン茶出番ですよ、今日はですね本当にこう私たちなかなかこうお話しする機会が、ないわけなんですけどもやっぱ音楽家の皆さん方っていうのはね、やっぱりちょっと固くな、今日もね、マチューさん実は私はあんまり喋れないですよっておっしゃってましたけどもね、もうめちゃくちゃ普通に喋ってますよね。ヒガさん。はいはい、ね、全然こう、口下手ではありませんからね、そういう意味では、なんか多分他の番組とかではね、音楽の話などがすごい話題になるだろうと思いますけど、今日は1時間ありましたのでね、音楽というよりも、マチューさんそのもののね、やっぱ生き方っていうか、この音楽がなぜマチューさんが作り上げられるのかっていうのはやっぱりマチューさん自身をやっぱりね知った方がああなるほどヤンバルーティコングどうそうって空手もやってるのかとか内地に行ってたのかとか、うちらではこんなだったのかとかいろんな背景があると思いますそういうねことをまあ皆さんに聞いていただいて知っていただいた上で18日のねまたコンサートを見ていただけるとまたそれが伝わりやすくなるんじゃないのかなと思いますのでねぜひともお楽しみにしていただきたいと思いますマチューさんはい一曲ですね、また。はい、これは、マチューさんの、オリジナルアルバムからね、はい、これは、レインボーズメロディーというね、はい、虹のメロディー。はい、ね、の中からこれが、60の時に作られた、そうです。アルバムで。はい。還暦の時に。還暦の時に。はい。で、50の時にも作ってたっていうことで、はい、節目節目、10年の節目で。はいうん、で今度の10年はね、うん、ひょっとしたら鍵盤ハーモニカの CD を作ろうと思ってます今そのまた準備中での歌の方のなるほどね、はい、50の時のね CD もまた素敵でしたよねあれどこにいやあれはあっちにありますあ向こうですか、はい、大丈夫です愛のバラードっていうね、はい、次回にね歌も歌うんですねはい歌を歌うんですよジャズのスタンダード歌うんですよそうですかただやっぱり歌謡曲の要請があった時にも歌ったんですよ、ね、なるほどあそうですか、はい楽曲を作ってくれという人がいるんですあやっぱりね、はい、いやぜひともね、本当に今後マチューさんを追っかけてた方が楽しみがね増えるんじゃないかなと思いますけどさあそれちょっとだけねはい、もう最後のコーナーになりまして、はいエンディングになりますけども、その、レインボーメロディーの中からですね、マチュピチュという、はい、これは南米の俺のマチュとピチュを引っ掛けてマチュピチュ最高、はい、僕も初めて聞くので、はいラジオ聴きの皆さん方一緒に楽しみたいと思いますお聞きください、はいマチューさんでね、レインボーズメロディーの中からマチュピチュどうぞThank you.
い、お送りしておりますユンタンジャーデバンですよ。あ、なんかかっこいいですね、ピアノソロで、アルバムレインボーメロディーの中からマチュピチュ、お届けしております。マチュさん、はい、なんかもう本当にマチュピチュっぽいイメージがあって壮大な感じで、はい、なんか迫力がすごい重低音、はい、本当に自然界の中で作られているような、はい、そんな感じがいたしますね。ありがとうございます。いや、ぜひあの虹のコンサートはね、はい、私も足運びたいと思います。もう本当に楽しみにしておりますので、また私たち FM なんでもどんどん PR していきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。さて、ひかさん、じゃあ、うん、最後に、はいはい、うん、そうですね、この、5月18日日曜日、はい、うん、読谷村文化センター大鳥ホール、うん、野菜7時から営業、はい、ウルト営業を、公演読谷村役場村教育委員会村議会、はい、もちろん FM 読谷ですね。あ、はい、ありがとうございます。協賛には、うん、我々、少林流名簿館の同僚が、うん、スタッフとして、はい、いろいろ協力だと、そして東進釜、株式会社アメリカやインターナショナル、はい、NPO 法人マングローブいいクラブですね、うん、地区 NPO 法人、ティーダヨカツ、はい、コーヒーユクレレ、以上ですね、うん、みんなで頑張って、ぜひあの虹のコンサート、松尾の虹のコンサート、はい、大成功に終わらせて、うん、たいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最後に一言、町尾さんからメッセージ、はい、うん、どうもありがとうございました。長々とぜひあの会場にお越しください、うん、いい演奏しますよ、はい、ありがとうございます。お送りしてきましたユンタンジャーデバンですよ。今日は伝説の男、レジェンドジャズピアニスト、鍵盤ハーモニカ奏者であります町尾さんをお招きしてお話を伺いました。ヒカさんも今日はありがとうございました。はい、どうも、ニヘレビタン。それではまた明日この時間に。はい、さよなら。町井さんの曲で今日は最後の。